江戸川区は4月2日に新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催しました。今回の会議では斉藤区長を中心に国や都との連携や区の対応について報告と検討が行われました。会議では区立幼稚園、小学校、中学校の休業期間延長について、すくすくスクール、学童クラブ、校庭開放について、区立施設の休業期間延長などについて、防災行政無線による区民への広報活動について、以上の報告と検討が行われました。区立の幼稚園、小学校、中学校の休業期間については、都立学校の臨時休業措置に準じて5月6日まで延長します。また入園式や入学式、始業式については規模を縮小して実施の予定です。すくすくスクールも活動休止期間を延長しますが、学童クラブ登録の児童は受け入れます。新規の学童クラブ登録も行っておりますので、直接各すくすくスクールまでお問い合わせください。校庭開放についてもこれまで通り実施します。また現在休業措置が取られている区立施設や事業についても、休業期間を5月6日まで延長します。江戸川区では感染拡大防止への取り組みを徹底していくため、状況の変化に合わせ施設や事業を休止または運営の変更を行っています。詳しくは広報江戸川4月10日号または区ホームページをご覧ください。そしてご覧のような症状の方は、まず江戸川区帰国者接触者相談センターにご連絡ください。高齢の方や持病のある方は重症化しやすいため、妊娠している方は念のため、症状が2日程度続いたら相談センターにご連絡ください。現時点では相談なしに医療機関を受診するとかえって感染のリスクが高まります。受診前の相談センターへの連絡が大切です。発熱など風邪の症状があるときは、学校や会社を休み、外出を控えるようにしましょう。そしてそうした症状が出たときは、毎日体温を測り記録するようにしましょう。一般的なお問い合わせはご覧のコールセンターでお受けしています。引き続き感染予防のため、こまめな手洗いと咳エチケットを守りましょう。江戸川区民ニュースでは、正しい手洗い方法を紹介した動画も公開していますので、ご確認ください。